ション担当、翔子です。やってみます。今回は亀馬ライダーがヤフオクでセカンドバイクを購入したということで、千葉県の八海駅まで引き取りに行った様子をお届けします。駅の駐車場で引き取りを終え、近くのコンビニに立ち寄ったところからスタートです。ということで亀馬ライダーです。ここはどこなんだろう。宮成大村、スーパーカブ70、はい、引き取りました。納車されましたっていうのかな。自分もいろいろ納車に関わってる場合、これこそ納車しましたで合ってるのかもしれませんが、はい、30年以上、はい、前のカブということです。まあはい、いろいろくたびれてはいます。サビもすごいですし、こう割れてたりね、まあいろいろそういう状況なんですが、まあそれは承知の上で買っております。ですね、期間の方はすごく良好で、キャブのオーバーホールをして、チェーンを交換して、ブレーキのこの、ワイヤーも、中古だけれど、変えているということでした。電装系も問題ない感じがします。で、まあだいたいね、タイヤはこれ溝があるけれどもう割れてるんで、早めに交換しなきゃダメかなと思います。この辺もサビがすごいから、まあどのくらい落とせるかって感じだけれど、サビ落としは、帰ったらレストアをしようと思ってます。まあでもそのくらい、基本的にそういう磨き系のレストアだけやって使おうと思ってます。はい、例のね、ある程度こう雑に使ってもいいかなっていう、そういうバイクの位置づけで買いましたんで、特に綺麗である必要はそんなにありません。はい、というわけで今日はこれに乗って、この千葉の九十九里浜の近くから、東京に帰ります。でちょっと電源が取れないから、ずっとカメラを回すわけにいかないんで、いつもの調子では取れないと思うんですけれど、はい、じゃあここから東京に帰るツーレポをしたいと思います。まあ無事に帰れるかどうかっていうね、そこがまず1個ありますけれど、一応ですね、今ちょこっとだけコンビニに、このコンビニに来るまで乗ってきました。まあはい、操作は大丈夫です。問題はそうだな、このウインカーだよな。この右手のウインカーとか全然慣れなくて、あとギアですよね。もう押してずっとこうギアが上がっていくってのは分かるし、後ろを踏めば下がるってのも頭では分かってても、なんか体が全然こう慣れてないからついていかない。それだけ気をつけて、はい、この空いてる道のうちに慣れて、はい、都内に入りたいと思います。それでは行ってきます。また後で。突然ですが九十九里浜からお届けします。はい、ちょっと小雨が降ってきて大変なんですけれど、九十九里浜、これ何でしたっけ、九十九里浜の、はい、タワー、はい、そこに来ました。あんまり人がいないですね、九十九里浜今この時期だから、雨だから、はい、という状況です。スーパーカブの方は、はい、普通に走ってます。走るのはやっぱり、はい、問題ない。あとは俺の慣れだけでなんとかなるでしょう。ちょっとお昼なんで、せっかくここにいるんで、この辺のイワシ料理が有名なんで、イワシを食べたいと思います。はい、じゃあまた後で。はい、ちょっと食事をしました。望月さんっていうところですね。イワシ料理美味しかったです。ちょっと晴れてきたんですけれど、まだ雨が降ってるんで、GoPro を外さなきゃいけないです。はい、この後は東京に帰ります。よし、突然ですが浦安からお届けします。はい、亀馬ライダーです。もうずっと雨で GoPro つけれず、浦安まで来てしまいました。あと1時間ぐらいですね。はい、じゃあここからちょっと雨が降らなければ少し撮りたいと思います。これじゃ全然ツーレポにも納車動画にもならないぞと思うわけです。燃費どんくらいなんだろう、37227、はい、トリップがないからよくわかんないですけれど、このキックでエンジンかけるの新鮮です。どっちから行けばいいのかもよくわかんないんだよな。ここ右に行きたいんだけれど行けないから、もうずっとな、最近 Google マップに頼りっきりだったからさ、地図が読めてないぞ亀馬はっていう、そういう状況ですよ。
ちょ、東京って出てるからまあそっち進むか。市街地ですな、浦安駅前。なるほど、浦安の駅前のあたりなんだ。向こうのあの湾岸線をずっと走ってたんですけれど、給油が必要でちょっと入ってきちゃったんすよね。はい、ちょっともうちょっと分かるところになったらまた撮ります。この通りがね、三つ目通りっていうことなんで、この間のあのスカイツリー撮った時に通った道ですね。はい、だからここまっすぐ行けば、あの普通に新宿の方に行って帰れる、そういうはずだと思います。はい、麹町国道20号甲州街道まで来ました。いやー長かった。はい、よく知っている道なんでちょっと余裕があるんで、少しこのカブの第一印象を喋りましょうか。はい、信号です、止まります。走りながらギアを落とすとね、かなり衝撃が強くて、あんまりこうギアを落とさずに、はい、止まってました。で、あの発進の時にあの2速とか3速に入ってんとすごい遅いんで、1速に入ってることを確認したくて、止まったらニュートラルに入れるようにしてます。すんごい分かりにくいんだ、なんか今何速だったかなって、その止まってる時に普段ならギア落としていくからさ、そういう癖がついてんと今何速に入ってんだろうっていうのが、ね、よく分かんないので、全体的な印象はすごくクラシカルです。ギアをね変更した時にガツンという強い衝撃が来るんですよ。まあ、それがすごい味といえば味で、メカニカルな感じがします。多分みんなカブのこういうところが好きになるんだろうなっていうふうに思いますね。あ、ちょっとここでギア落としてみようか。あ、今そんなでもなかったな。アンクライ速度が落ちてて3速から2速なら、はい、まあ大丈夫なのかな。これでギア上げるときも、あれでもまあ今もまあまあいい方か。はい、まあそんな感じで、多分まあだから亀馬がまだうまく乗りこなせてないっていうのもあるんでしょうね。はい、すいませんね毎度毎度。この右側のウィンカースイッチすんごい使いづらいね。これなんかアクセルとブレーキとウィンカーが全部右だと忙しすぎて、なんつうんでしょうね、曲がるときとかか、減速もしなきゃいけないし、ウインカーを出して消してもしなきゃいけないし、アクセルを開けたりもしなきゃいけないじゃない。忙しくて忙しくてさ、なんかうまくねこう真ん中に戻せないよね。よし、ちょっとギア落とそうか。ほらガツーンガツーン、すごい衝撃です。これエンジン小さいですけれど、この鼓動感はなんか独特なものがありますね。こうアイドリングで止まってて、あのコト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 、この出発のコト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 、なんかすごく味わい深い感じがします。なんでだろうね、あのスクーターとかだって全部単気筒でしょ。なんかカーブのエンジンはすごく味がある、はい、そんな気はします。はい、新宿駅まで戻ってきた。はい、あとねこれブレーキ、ブレーキは効かないですね。現代のレベルからしたら、はい、全然効かない、そういう感じがします。前後ともドラムで、前後ドラムのバイクって今あんまりないよね。原付には結構あるよ。多分 50cc のその30キロだったなら十分効くんでしょうけれど、60キロとか、はい、70なんで出せるんで、そっからだと、うん、ちょっとなんかブレーキ弱いかなっていう感じがしますね。あとは、速度、まあ、これは、はい、言わずもがな、加速も最高速も、はい、遅いです。最高速これ今50キロでしょ。あれですね、60キロぐらいでもうエンジンがだいぶうなっちゃうんで、それ以上出したくないっていう感じがします。まあそれでいいよね。だって一般道の最高速って60キロでしょ。はい、安全だと思います。普通に走ってれば捕まる心配はない速度で、はい、はい、ということでスーパーカブ、基本的にはこれあの普段使い用なんで、あんまり元ブログで出てくることはないと思います。ですがこれも乗ってるということで、ぜひ、カブを乗っている人、フォローしてください。あ、よかったら YouTube のチャンネルも登録してくださいね。
はい、ということで、今回はスーパーカブの引き取り動画でした。バイバイ。